イエスアイアブレスオブレスオブレスオブマッセブ。さあ今週も始まりましたレディオムーメント AK ラジム。今週の1曲目はバイブスアライブレディオムーメントスペシャルです。ボイスのワンユキ。さあ、改めましておはようございます、こんにちは、こんばんはということで、今週も始めていきたいと思います。 Radio Moments AK ラジム。さて5月最終週となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。俺個人的なことなんですが、今週の土曜日日曜日と2日かけてついに髪型がドレッドになりました。まあそんな話もね後で織り交ぜつつ、ボブ・マーリーの映画も見に行ったりなんかして、まあ、今週はねボブ・マーリーの曲を中心に、いろんな曲を速攻噛みかけましたけど噛んでましたけどなほとんど、曲を中心に、いろいろかけていきたいと思いますので、皆様1時間少々お付き合いよろしくお願いします。まずは1曲目はピンピンのブランニューボブ・マーリーのお孫さんからいきましょう。 YZ マーリー。Praise Jah and the moonlight. Brand new. These roads of flames are touching the fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you gone, gone, gone. I've been feeling for your love. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long. And I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Yes, this is the YZ Marley. Teach them. お母さんはなんとローリンヘル。お父ちゃんはロハン・マーリー。えぐない。ボブ・マーリーの孫です。Yes, 今週もあなたの耳元にレディオムーメント届きますように、まずは祈りを込めて。
and praises. 月明かりの下で。ちなみにこれはレコードから録音してるナチュラルミスティックの UK 版の7インチです。最初の出だしが渋いやつ。ジャケットも渋いのでぜひチェックしてみてください。Drink with you, then behind them
人との出会いは良きも悪きもありますが、まあまあ自分が波長とかこう波動が合う人とできれば多く時間を過ごすといいと思います。そうやってね、無理して自分のこのなんていうかな、波長とか波動が合えへん人と無理して付き合ってると向こうも多分こうしんどいし、自分もこう自分の中であんまりいい流れが生まれへんくて、きっとこのなんていうかな、いろんな流れというか動いてる空気がこう悪なっていくと思うので、自分が栄養に持っていって自分の周りも栄養に流していきましょう。そしたら今日一日も楽しくて、明日の朝には3匹の小鳥が玄関に来たりするわけですよ。そしてこう言ってくれるはず。セアティのマンチェリルバーデ、One more time. Now play the bottom rating card. Feel real bad. Let's go. Don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing.This morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Woo-hoo. Singing, don't worry. Bob Marley の映画はもう見に行きましたか皆様。映画館のあの最高の音響で聴くレゲエミュージック、ボンマーリーの曲は特別でした。共感できる人は画面の向こう側で Hands up in the air。 Rise up this morning.Smile with the rising sun. Three little birds. あの大画面であの音響でね、レゲエミュージックとか聴けたりパトワ語を聴けるっていうのはもうなんかすごいブルッときますよね。なかなかない。さあちなみに今かけてる Three Little Bird は、これもレコードから録音している12インチバージョンです。さあこの12インチバージョンをなぜ俺がいつもかけるかというと、この後の感想部分が好きだからです。 Love this。 Feel alright.
who has hurt all mankind. Just a savior's own belief. One love. レボ、あの映画の中でもあるんですけども、ボブ・マーリーが銃撃を受けるシーンがあるでしょう。あれ、あの確か俺の記憶違いじゃなかったら、あの家は確か今ボブ・マーリー博物館になってたはずです。ボブ・マーリーミュージアム、だいぶ前で、あの記憶なんであれなんですけど、確か行った時に銃弾の跡とかを見た気がします。そしてなんか、こうガイドさんについて回るんですけども、最後ら辺で壁に多分このワンラブのリリックがなんかこう書いてあって、それを観光客のみんなとそのガイドさんで全員で歌うみたいな、そんなんがあったような気がします。映画でね、そのシーンが出てきたし、うわここ行ったってなったんですけど、なんかちょっとテンション上がりました。あと今回ちょっとね、ドレッド、まあずっとやりたかったんですけども、それを一押しというか一押ししてくれたシーンが映画にありまして、その銃撃を受けるシーンでリタもこう車に乗ってる時に撃たれるんですけども、なんとドレッドの分厚さがすごくて、銃撃がこう頭を貫通せへんというか、それでなんとかこう防いで無事リタが助かるっていうシーンがあって、ドレッドすげーってなって、それも後押ししてドレッドにすることにしました、なんて話も織り交ぜつつ、引き続きレディオムーブメントよろしくお願いします。ここも行ったね。さあ、喋りも織り交ぜつつ、今週もいろんな曲を届けていきたいと思います。今週のレディオムーブメントはボブ・マーリーの曲を中心にいろいろあんなんこんなん。さあ、今週もサウンドクラウド、ミックスクラウド、 YouTube にて聴いてくれてる皆様ありがとうございます。 Give thanks Thank you for your support every timeYes, now I'm playing a reggae music. レゲエミュージックはこうバッチンどつかれたらね、普通やったら暴力でどつかれると痛かったり顔に傷がいったりするけども、レゲエで叩かれても傷つくことはない、むしろどういうバイブレーションを与えてくれる音楽か。 One more time, play the Bob Marley.この音楽にやられると体の中からこれが溢れます。
make it much easier. Just yeah, a little bit yeah, easier. Say you just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. Cause it's news, news and days, new time. And if it's a new feeling, look at it, said it's a new science. Oh, what a new day. ねえ、いつもポジティブで居続けるのも難しいし、もちろんネガティブも持ってていいと思うんですけども、最終A 方向にというか、最終的に自分が一番いいと思うとこまで持っていけたら俺はええかなと思ってます。落ちることもね大事だと思うんで、そこで何を思って何を感じるか。そこまでいかんと気づかんこともあると思うし、落ちたからこそ響く曲もあります。さあ、そういうメッセージをくれる音楽、 J-POP でもなく、 Hip-HOP でもなく、 K-POP でもなく、今俺がプレイしてる曲、音楽はどんな音楽？ What kind of music like everybody?さあ、今週はボブ・マーリーを中心にあんなんこんなん、ワンジョロップからロッカース、先週のちょうど、先週、先週ですね、先週の金曜日か、ちょうどボブ・マーリーの映画が公開されて、俺はその次の日のね土曜日にちょうど朝見に行ったんですけども、まあ正味このなんかなんていうのかな、有名人シリーズ、ボヘミアン・ラプソディ、クイーンのあれから始まって、エルビス・プレスリーのもあって、
今回ボブマーリーで、一応全部見たんですけども、個人的にですよ、僕の個人的感想で言ったらボヘミアン・ラプソディが一番面白かった。で今回のボブマーリーに関しては、まあ俺レゲエ好きというかレゲエバイアスも加わって、まあ俺の見解ですけども、まあ次かける曲であれ喋りたいんですけども、レゲエを全然知らん人が、この映画を見たらどう思うんかなっていうのをめちゃくちゃ聞きたいし、ぜひあのレゲエに全然興味ないけどもボブマーリーっていう名前は知ってるよって人が見に行ってほしい、そしてレゲエを好きになってくれたらなと思います。ほんで個人的感想ですけども、まあめちゃくちゃ確かに面白かったんですけども、一つだけお願いを言うなら、こう後半戦に持っていくにつれて俺的にはデスワイはじゃないわ俺的にはこのシーンをラストに持っていくためにこう映画を進めていってるんやなと思ってめちゃくちゃこう期待してたわけですよ。でも最後の最後でそのシーンないんかいっていう、そこがめっちゃ見たかったなっていうのが残念やった場所で、この曲を歌いながら、まあ、ライブでねこの曲を歌ってる時に両投手を上げて、握手させて手を掲げるあのシーンまで作ってもらいたかったなっていうのが個人的感想です。あくまで俺の意見、みんなどうでしたか？また聞かせてください。ボブ・マーリー、ワン・ラブ。映画館でみんなでジャミンしたかったわけですよ俺は。I wanna jam it with you with everybody. Alright, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming.あえてこのシーンを作れへんかったっていうことはそこにもきっと何かがあるんやろうなって勘ぐってます。レゲエの愛が詰まった最高の作品、レゲエ好きもレゲエを全く知らない人もちょっと興味ある人もボブ・マーリーしか知らん人も少しでも多くの人に鑑賞してもらいたいと思います。マジでフリール。ちなみに俺の信頼してるブレズインは、俺と全く同じ意見でした。どうやったって聞いて感想聞いてやんなやんな言うて。
get stuck. I have to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be higher like a lion in Zion. I'm gonna be higher like a lion. ライブ冒頭でも言ったんですけども、昨日今日と2日かけまして、髪型をドレッドにしました。生駒さんまで行ってきたんですけども、生駒さんにある美容室パークスパークやね、やってくれた森本恵子さんありがとうございます。そしてね、紹介してくれた高木くんももちろんビッグアップ。やってくれた恵子さんなんですけども、マキスプリエスト と友達であったり、ガーネットシルクのライブに行った時の話なんかで、ほんまに頭の先から爪の先までもうブルってきましたからね。まあそんないろんな話を、聞かせてもらいながら、めちゃくちゃ幸せな、時間をね2日間過ごせたと思います。そして髪型もバッチリやし、もうピーポイ外見も磨きつつ、もちろん今年2024年中身もスキルも磨いてきます。ゼロムーメントナーストップ。シャレでおもめと終盤戦です。お付き合いよろしくお願いします。ジャーの炎を恐れることはない。ジャーの炎は水をかけても消えへんしね。さあみんなの心に灯ってる炎、レゲエでもっとイコラしていきましょう。モーファイアIs a tangent like steam, even concentrating of the heart. Oi, 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 you don't have to change the rasta. Eternal fire. You don't have to change. This is a tangent like steam, even concentrating of the heart. 一回灯されて行こうった日は消えへんやで。その火を消せるのは己だけ。
つまりは自分の意思です。自分でその日消すとかないやんな。 Yes, Peter! More heritage! ジャジャ今週のレディオムーブメントはいかがだったでしょうか。今週はボブマーリーを中心に、いろんな曲をあんなんこんなんいきましたということで、最後はボブマーリーの名曲で終わりたいと思います。バットだがしかしレディオムーブメントでしか聞かれへんビッグチューンで終わりたいと思います。ボイスワンワンダーパンで大ちゃんのギターの上です。リデンプションソング、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。ゼロムーブメントケンタでした。
redemption song, redemption song. 鎖を振りほどけ、心のままにさ歩け。何が真実か、俺たちには見えてる。いつまで耐える仲間たちが殺される。恐れるな、決して手を取ろう、戦おう。歌ってくれないか、自由の歌飾らえば、自由の歌、自由の歌、Redemption song。
跳ねるんだ like a slender。 いくつも時間を重ねて見慣れた景色を眺めて Back in the day。 メモリーは満パン、心の水を抜く時間だ。今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。名残の雪が溶けて夏、眠ってた緑が今顔を出す。眩しすぎるサンシャイン、溢れる笑いが止まんない。いつもと変わらない毎日を、いつでも変わらない愛にしよう。今は理由とかわかんない、溢れる笑いが止まんない。今日みたいな静かな一日が生涯続きますように。ああもうこんな時間、昨日の夜と同じじゃつまんない。で見た景色が離れない、花が咲くまではくたばれない。この長いようで短い生涯、つぼみのまま終わらすわけにはいかない。まだ見ぬ素晴らしい世界、きっとそこにはクッパと書いてない。誰がラスボスかって自分しかいないっしょ。欲を求めて生きてゆくなんてきりないっしょ。周り気分なって考え込んだって行き詰まんで、崖っぷちで袖掴むのも掴まれんのも勘弁やで。リズム掴んで揺れなさい、いらないものなんか捨てなさい。誰かより下とか上じゃない、大切な人を守ってなさい、yeah。 自然体で揺れなさい、いらないものなんか捨てなさい。誰かより下とか上じゃない、大切な人を笑わせなさい、yeah。 ロータスフラワー浄化する辛さ、ライカ人生どんな小さいつぼみでも秘めてる生きるパワながら聞く音は心地いい。今日も誰かと笑いながら作る生きた証。人や場所や心、その全てが幸せの形。あなたは今どこにいてますか？ある程度まっすぐ来てますか？まあどうであろうと人の道さ、思うほどみんな変わらないさ。二つに一つの別れ道、俺は足跡ない方選びたい。誰もやってないことをしてみたい、新しいものが見たい。だから俺はありのまま生きてゆく心から、何も変わらずにいつも通り輝かす命。俺は俺のまま歩いて、ただまっすぐに思った通りにできる easy。 年を
取れば取るほど増えてゆく無意味な大人のプライド。それだけじゃ何も生まれないよ。まずは根っこから変えていかないと。そう、人を受け入れて人を許して、人で苦しんで人と楽しんで、良きも悪きも全部背負って、弱さを知って強くなって、誰かのために生きてたいと思えることこそ幸せかも。一人一人が誰かの太陽を注ぎ続ける愛を。 You know、 明日なんかは見えなくていい。今を生きてるそれだけでいい。過去と未来をつなぐ人に届ける俺なりのビース。にしよう、全てが一つにつながる頃、降り注ぐ幸せの音色、いつまでもありのまま生きてゆく心から、何も変わらずにいつも通り輝かす命。俺は俺のまま歩いてく心から、ただまっすぐに思う通りに Take it easy。Check book, bring your rock and roll. Trust me.
通り